モンドです。モンドです。モンドです。サンプルです。お願いします。お願いします。はい。はい。本日は、はい、なんと、アウンジム、はい、大阪梅田店に来ております。いや、違います。アウンジムの範囲広いです。はい、ここから違います。東京です。あ、東京。今日東京です。アウンジム、東京、銀座店に来ております。いや、アウンジムです。ジムじゃないですか、ここ。まだす。ジムじゃないですか。はい、ジムじゃないです。似てますけどね。あ、確かに。ケース、実ケース。バイタスのプロテインの、研究室。研究室。研究室。来てます。はい。じゃあ、サティバ作ってる。そう、サティバが作られてる。バイタスです。あ、バイタスか。あ、間違った。バイタスのプロテインが作られてる。はい。実験室、研究室、どっちか分からないですけど、そんなところ来ております。僕の初めてですよね。初めてです。どういう感じで使われてるのか、ちょっとね、知りたいなっていう。まあ確かに、だってあんだけ美味しいプロテインが、どうやって作られてるのかっていうのは僕らも結構知りたい。気に入れるんですか、今日は。らしいです。見ますよ。奥の奥まで。じゃあ、行きますよ。失礼します。うわ失礼します。やばいですね。うわ、綺麗。え、見てください。これ。見てください。ハンパグトリオ様、監修、監修。ちょっとひらがなダサいですね。経験したことない。うわ、これがあれですか。はい。どう使われてましょうか。はい。経験したことないです、このとこ。なんすか、この辺。僕ら間違いだと思うんです。そうです、この辺。あ、うわ、すごい機械あるっすね。これやばいっす。これは、これ何なんですか。これ何なんですか。と言いまして、これ実際何するやつなんですか。溶けを良くする機械となっております。本来原料のままだとすごい溶けづらいんですけども、こちらの機械にかけることで溶けやすくなります、はい、これが、はい、前と後のやつなんですけど、これが違いがかける前ですもんね、機械に。そういうことです。見た感じでこれもサラサラででしょ。こっちなんかふわふわ感あるですね、はい、ホットケーキミックスみたいな。これが機械かける前のやつですね。そういうことです。で、僕、何年振ってるか分かんないぐらい振ってるっすから、ね、どうですか、振り、やっぱ混ざりにくい感じなんですね。いや、今のところ一緒っすね。僕、振りは一緒っすか。めっちゃ振ってるんで、今まで。ああ、自分の振ってる。どういうことですか。下ネタっすか。ダメっすよ。NG っす。だいぶ、だいぶ白いっす。うやさんのやつ。だいぶ白いっす。うやさんのやつみたいっす。え、どうなんすか、これ。多分、溶けてないかもしれないっすよ、これ。どうっすか。喉見てください。あー。昔のプロテインですね。90年代のプロテイン。90年代のプロテインです。これは。うわ、入り方が違う。慣れてるでしょ。いや、サラサラすぎて入り方が。込められたの。甲子園の砂みたいな。無視しましょうか。無視して。おっ、もう溶けたっす。もう溶けたっす。早っ。ワンシェイクプロテイン。おい、ワンシェイクプロテイン。懐かしいですね。音が違う。もうそれはもう飲み方でしょ。エスプレッソみたいなやつ。うん、すごい。一緒に飲んでるよ。全然ちゃうっす。全然ちゃう。全然ちゃうでしょ。平和のプロテインっす。平和のプロテイン。そんなことです。味はね、まだ言えないんですけど、あとこれ飲んでちょっと採点みたいなしていくんですけど、5段階ですね。5段階結構あるっすね。これ左から飲んでいきますか。みんなで飲んでいきますか。じゃあ、いただきます。いただきます。うわ、あー、まっ、いいっすね。えぐい。で、これ飲んで1位。いやいやいや、1個しか飲んでない。まだ1杯。暫定1位っす。終わりじゃないですか。いや、それそうっす。暫定1位食らうもんないんで、これくっつけていくわけですね。はい、そうです、そうです。うますぎて、うますぎて50点にしてしまった。50点。全然おもろない。うわぁ、うわぁ、うまっ。美味しいっすね。うまい、うん、うまっ。あー、まあ、タイプが違う。全然タイプが違う。そうですね。いい。うん、うわっ、うんうんうん、これいいっすね、僕。どういいっすか。甘さが甘さ割れないんですよ。甘さでも全部あったっすよ。あー、あー、うまっ。これで一杯やりたいっす。ぐらい美味しいっすね。うまいっすね、はい、うまっ。全部うまい。全部うまい。これ全部混ぜたやつとかって無理なんですか。え、それあかんっす。あかんっす。それ多分無理ないっす。それ色引っかかるっす。色引っかかるっす。ミックスフルーツみたいな、ケミカルみたいななっちゃう。まあ1個僕が決まったっす。僕も決まった。僕も決まったっす。これやなっていう、はい、もうダントツであと1個っす。まあ正直ちょっと頭1個抜けてるなっていうのは、頭1個抜けてその時にもう1個あって
もうそのイカなんかもボーンみたいな感じで。それは失礼です。ドクターっすね。一番似合ってるっす。似合ってるっすか。はい、似合ってるっす。なんか、なんすか、ほんまに、はい、かっこいいこと言うてください。腕のいい医者っすね。あ、ほんまに褒めてるじゃないですか。はい、でも結構大金取ってるんですよ。はい、結構でも大金にはなる。経験です。うるさい人です。それ多分歯で関係ない。まあそれ現実は歯で関係ないです。現実。ってことで、これが匂いのあれですか。はい。早速なんですけども、はい、今回4種類香料を用意しておりまして、で、その中からお好きなものを選んでいただいてあげようかなと思っております。じゃあ匂っていきますか。どれですか。それぞれ個性がですね。確かに。僕これ結構これですかね。僕もこれです。あ、ほんなこれ。じゃあこれ。意見変えてる。え、これを入れたらいいんですか。で、そちらに薬さじで少量取っていただきまして。はい、これできます。ミニクソみたいな。ちょっとかなり強いかもしれない。かなり強いです。まあまあでも。まあまあちょっとこれで変わるんでね。あ、でもすごい。上さんの1回取れるミニクソぐらいの量ですね。いや、僕こんな合わないですよ。これで。で、はい、食べるんじゃん、はい、入れてみます、はい、これでも味が変わるんですか。変わります。飲み薬しないといけないですね。これ入れるだけでも味変わるらしいですよ。これで変わるんですか。もう、はい、今の量で変わるんですか、はい、じゃあこれをもう飲んだら全然茶味になってる、はい、じゃあ飲んでみますか。飲んでみましょう。飲んでみましょう。はい、これが改良したプロテインです。手だけしか見せないですもんね。あ、そうなんですよ。色でだってこれ色でちょっとなんかカングルショーでしょ。はい、カングルっすね。これあるかみたいな。あ、でも色だけやったらまあでもあれかあれか、はいはい、あれか、まあ、あれかあれか。いや、でもあれもあるんじゃないですか。あれもあー、まあ、あれもあるっす。あれもあるっすよね。だあれしか言ってないですよ。あ、でもそれもあるっすね。それはあるっす。それは多分ないっす。あれはあるっす。どこもあるっすね。はい、いただきます。いいっすね。おお、全然ちゃうっす。ちゃうっすね。これエグいっすね。ほんまに違います。バイダスのプロテインで一番美味しい味ですね、これ。マジで。そうですね。間違いなく。これやったら、これしか買わないです。1位です。マンゴーバイダス。すごい超える。すごい超えるじゃないですか。これも1位で。でも1ヶ月後にまた変わってる。変わってる、それ。すごい変わる。1位です、これ。今のところ1位です。2位マンゴー。3位ストロベリー。はい、まあでも、そんなにうまいですもんね。全部が。はい、これマジで。これでも、だいぶ話します。15話しぐらい話してる。だいぶ話してる。だいぶですね。だいぶ話してる。なんで、絶対買ってください。でもこれめちゃくちゃ美味しいですね。はい。でもこれが僕らのやつ。これにでいきそうですね、もう。はい、これでも決まるんで、多分。はい、はい、大人中がなければ、はい、はい、まあ、楽しみに待っといて、はい、楽しみに待って、そうですね、そわそわしてもらったらいいかと、ね、思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくね。